ヒョウモントラザメはトラザメ科に属するサメの一種。南アフリカ沿岸の固有種で定性である。最大で84センチメートル。体は頑丈で頭部と尾は短い。背びれは体の後方にある。体色は非常に変異に富み、白から黒地に黒い反転や線、ウ柄などが複雑に組み合わさったパターンを持つ。このため過去には 数種に分けられており、現在でも退職の地域変異を独立した個体群とみなすことも多い。主に夜行性で、日中は洞窟などで休み、夜間に小さな低性甲骨魚や無脊椎動物を食べる。繁殖に集まったアフリカやリーカを襲うことも知られる。乱性で乱獲の色は同族の縦筋トラザメよりも淡い。人には無害で、水族館で、 よく飼育される。IUCN は保全状況を情報不足としている。イラストレーションズオブザズーロジ h オブサウスアフリカによるイラスト。体色が変化に富むため、歴史的には様々な名前が与えられてきた。1837年のプロシーディングスオブザズロジカルソサエティオブロンドンにおいてスコットランドの動物学者アンドリュー・スミスは親族ポーラ・ダーマを 記載なしで設立し、縦筋トラザメに加え P パンザーナム P、Sub、サブマキアレイトム P ベリゲイトムの3種を含めている。1838-1841年のシスタマティッシュベシュレイバーングデアプラジェスタマンにおいて、ドイツの生物学者、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンレはこれらの名をシリアム族に割り当て直し、S パンザーナム S、Bel ・ベリゲイトムの2つの学名に記載を与え、 新たに S レッパーディナム S メインドリナムの二つの名を記載なしで用いている。1934年、アメリカの動物学者ヘンリー・ウィード・ファウラーは P ・マーリーを記載し大きな黒点を持つことが特徴としている。その後、これらの名はすべて本種の色彩変異として理解されるようになった。ー・マーリーの蘇生は最後まで不明であったが、 2003年には最終的に本種のシノニムとされた。有効な学名はポーラダーマパンザーナムだと考えられ、命名者はミュラーとヘンレとされる。タイプ標本は希望峰から得られた65センチメートルのメスで、種小名パンザーナムはこの個体の表柄にちなんだものである。他の英名としてバーバルドキャチャークブラックスパテットキャチャークがある。 南アフリカの温帯から熱帯の沿岸に分布し、西はサルダーニア湾から東はツゲラ川の河口まで見られる。古い記録ではモーリシャスマダガスカルというものもあるが、五道帝が疑われる。南アフリカの沿岸に沿って断片的にいくつかの個体群に分かれていることが、本種の退色が多様な理由となっているようである。で長から20メートルまででよく見られるが、 最新で大陸斜面最上部にあたる256メートルから報告がある。岩礁や海中林、浜辺沖の砂地を好む。反転と島模様を持つ様体。模様はかなり変異が大きい。体は縦筋虎ザメより小さくて細い。頭部と糞は短くわずかに縦平たする。糞端は多少尖る。 鼻孔は三葉の前鼻弁によって、微小な前鼻孔と後鼻孔に分かれる。前鼻弁の中央の歯は細長い髭となり、口の後ろまで達する。目は楕円型で頭部の髪型に位置し、簡素な窓科膜を備え、その下には太い竜気線が走る。口は幅広くて、こう描き、口角には短い唇しびらがあり、両角に伸びる。上顎歯は口を閉じた時にはみ出す。 片側の死列は、上顎で18、30、下顎で13、26。角波は、細い先頭と一体の小さな小先頭を持ち、生体優では、メスよりもカーブしている体はかなり側平たし、尾に向かって細くなる。背びれはかなり後方に位置し、第一背びれは、腹肌の後部から、第二背びれは尻びれの中間から起死する。第一背びれは、第二より、かなり大きい。 胸びれは大きくて幅広い。腹筋はそれより低いが、胸びれと腹びれの規定の長さはほぼ同じである。生体有は1体の短く太いクラスパーを備え、腹筋の内縁は部分的に融合してエプロン状にそれを包み込んでいる。尾ひれは短くて幅広く、下場は不明瞭で常用の公園先端には、 血国がある。皮膚は非常に分厚く、よく石灰化した皮場に覆われる。各皮場は矢尻型の幹部と3個の後ろ向きの突起を持ち、短い柄がある。背面の地色は開白色から艶のある漆黒。覆面は白からほぼ黒で、これらの間で急激に繊維していることもある。その上に大小の点、半、ロゼット柄。 ヒョウ柄、腹部に伸びることもある長短の線が、様々に組み合わさった黒い模様がある。代表的なパターン4つに、名前が付けられており、ヒョウ柄と途切れた線からなるティピカル型、大きな丸い縁からなるアイムアーリー型、密に並んだ焦点からなる、ソルトペッパー型、ほぼ真っ黒で、不規則な島や、点のあるアイムイーラニスティック型がある。多くの個体はこれらの中間型である。 成長によって体色は変化し、付加直後の個体はすべて大きな丸い縁を持つが、やがてこの模様は途切れてロゼット柄や焦点となり、最終的には融合して線となっていくこともある。アイムアーリー型は、幼体の模様が生体まで残った妖形成熟型だと考えられる。地域によっても模様は変化し、アイムアーリー型とソルトペッパー型は、 東ケープ州からクワズールナタール州に限られているようである。最長で84センチメートル、最重で3.2キログラムになる。縦筋トラザメと異なり、オスはメスより少し大きくなる。泳ぎは遅く、日中は洞窟、岩の裂け目、海藻の間などで単独か群れで過ごす。夜間には岸辺に移動し、甲骨魚、糖塞類、 甲殻類、多毛類などを活発に捕食する。フォールスワンでは魚類が主要な餌で、次に、頭足類、アフリカ南伊勢美が続く。タコやコウイカを加えて、体をひねることで触手を引きちぎるところが観察されている。また、縦筋とラザメ同様に、10から12月をピークに不定期に産卵のために集合するアフリカヤリーカを捕食する。 イカは昼に産卵するため、この期間は昼でも活動するようになる。捕食時には海底に産み付けられたイカの乱海に頭部を隠して動かない状態になり、産卵のために海底に降りるメスイカを待ち伏せる。本種の捕食者として大型のサメや怪獣があり、エビスザメが最もよく捕食する軟骨魚の一つでもある。危険にさらされると丸まって尾で頭部を覆い隠す。 同様の行動は、内キトラザメ属でも見られる。卵もよく捕食され、エゾバイカの細筋巻きボラ、サカガメウネ巻きボラのような巻貝は、卵殻に穴を開けて、卵黄を吸い出す。寄生虫として、鼻孔・口、エラに寄生する、ウミクワガタ類、ナシアパンサランナのプラニザ養成が知られている。卵殻の色は、縦筋トラザメより薄い。卵性で、一年中繁殖する。 メスは、油卵管一本につき一度に一個、合計二個の卵を産む。卵殻は三7センチメートルの長方形で、泡褐色から薄緑、壁は縦筋トラザメのものより薄い。四隅には長い巻きひげがあり、メスによって海底構造物に巻き付けられる。水族館では、負荷にはおよそ五ヶ月半かかっている。出生時は11センチメートル程度、およそ10歳。 オスは47から67センチメートル、メスは43から64センチメートルで生成熟する。寿命はある資料では15年以上とされているが、19年以上とする資料もある。分布域では非常に一般的に見られ、人には無害である。小さく外見が魅力的で丈夫なため、水族館での飼育対象として好まれる。 縦筋トラザメと共に干渉魚取引のための小規模漁業が行われている。商業漁業や遊漁において、しばしば混濁され、過食ではあるが、価値はないとみなされる。だが、釣り人からは餌取りをする外魚とみなされて殺されることがあり、死亡率は高いようである。沿岸での漁業活動が盛んで、他の人間活動の影響も受けているとする指摘は、あるが、 IUCN は保全状況を情報不足としている。本種は分布域内で多数の小さな隔離された地域個体群に分かれている可能性があり、継続した調査と監視が必要である。日本ではアクアワールド大洗いで見ることができる。ありがとうございます。